ねえ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 やだなあにだけでこっち向いてくれないからやだこっち見てちゃんと私のこと見てお話しようようん <laughs> やった ねえずーっとスマホいじってるけど動画見てるの何の動画見てるのシチュボシチュボって何シチュエーションボイスってこと可愛、うん、い声の女の子がキャッキャしてるやつ なんでなんで私がいるのに今他の女の子の動画見てるの私も動画見てたって私は違うさっき連絡ちょっと返してただけでねえ私って君の彼女なんだよね 私、今日君のおうちに来れたのおうちデートだと思ってたんだけど違ったの昨日見れなかったからってにしたって今じゃなくてよくない再生リスト整理してるってにしたって今じゃなくてよくない ねえ彼氏くんさ私があんまり声荒げたり感情的なこと言わないから分かってないのかもしれないけど私めちゃめちゃ嫉妬深いしそういうの嫌だ嫉妬するよ君がゼミのこと話してるの見るのだけでも何の話してるのかなってイライラするしバイト先で 綺麗なお姉さんとかに接客してるのを見るとああいう人が好みなのかなとか思うし私全然自分に自信とかないしって言ってる顔が無表情だからあんまり信じてもらえないんだよねねえ彼氏君さ 彼氏君が思っている以上に私彼氏君のこと大好きなんだよ彼氏君のこと私だけのものにしたいって思ってるんだよちょっとだけってわかったじゃあもういい <laughs> 携帯はもう使わせないこんなものがあるから私のこと見てくれないんだもんね今日私といる間携帯見るの禁止俺の自由じゃんってじゃあ私がこうやってやるのも私の自由だよね彼氏くんささっきも言ったけど 私が表情に出づらいからって私が何とも思ってないと思ってる嫉妬してるのもかまってほしいからってついてる嘘だと思ってる私本当はねできるなら彼氏くんのこと監禁して誰の目にもつかないところに置いておきたいって思ってるんだよだけどそんなことしたら 彼氏くんが悲しいかなって思って我慢してたでもさ今日彼氏くんは私が悲しいかなっていうのを全然考えてくれなかったよねじゃあ私が自分の好きにして彼氏くんのこと考えなくてもいいってことだよねねえ彼氏くん私 嘘はつかないって決めてるんだもしこんなことが続くんだったら本当に彼氏君のこと監禁して私しか見えないところに閉じ込めてね本気なのってまだ信じてくれないのバカなの あ,あそれともなに今やってほしいってことそう残念私は今でもよかったんだけどねそれじゃたくさん構ってもらおうかな 今日一日の彼氏くんの私への態度次第でこれからの彼氏くんの生活が全部決まるんだからちゃんと私のことたくさん考えて <laughs> 下手なことはしないようにね。